それではまずはじめに抽選会資料にありますようにシードチームが決定いたしましておりますのでそれぞれをトーナメント表に組み入れます第一シード映像の一番に東九州琉球九州ブロックを入れてください。 第二シード H ゾーンの五十二番に古川学園東北ブロックを入れてください。第三シードは協栄学園関東ブロックと近段会近畿ブロックが同点ですので抽選を行います。 今回、抽選は南から行いますので、近畿ブロック代表から引いていただきます。3を引いたチームが第3シードとなります。それでは、近畿ブロック代表、引いてください。三番。3番、確認で、関東ブロック代表、引いてください。 4番4番ありがとうございました抽選の結果第3シード E ゾーンの27番に禁断階近畿ブロックを入れてください第4シード デイゾーンの二十六番に共栄学園関東ブロックを入れてください。開催地第二代表の共栄学園が第四シードに入りましたので。開催地第一代表の文京学院大所関東ブロックを。 第6シード F ゾーンの39番に入れてください続いて各ブロックを A から H ゾーンに振り分ける抽選に入りますこの抽選は出場チームの多いブロックおよび出場チーム数が奇数のブロックから抽選します なおどのブロックも左右上下のバランスを考慮しながら組み入れますので抽選前に入るゾーンが決まってくる場合がございますあらかじめご了承くださいさらに出場チームが同数のブロックは予備抽選で順番を決めますそれではまず初めに出場チームが最も多い関東ブロックから行います関東ブロックは11チームですので A から H ゾーンにそれぞれ一つずつ入り さ既に関東ブロックは共栄学園が D ゾーンに文京学院大所が F ゾーンに入っていますのでそれ以外のゾーンにブロック名板を1つずつ入れてください。 さらに3つのゾーンにもう1つを組み入れる抽選を行いますそれでは関東ブロック代表ゾーンを引いてください G ゾーン G ゾーンに2つ入ります 二回目を引いてください。B ゾーン、B ゾーンに二つ入ります。 三回目を引いてください F ゾーン F ゾーンに二つ入りますありがとうございました抽選の結果関東ブロックのチームが二つ入るゾーンは B、F、G となりましたそれぞれにブロック名判を入れてください 続いて近畿ブロックの抽選を行います近畿ブロックは7チームですので A から H のゾーンに組み入れないゾーンを1つ抽選しますすでに近畿ブロックは禁断会が E ゾーンに入っていますのでそれ以外のゾーンから引いていただきますそれでは近畿ブロック代表ゾーンを引いてください A ゾーン A ゾーンには入りませんありがとうございました抽選の結果 A ゾーンには近畿ブロックが入りませんので E ゾーンと A ゾーン以外にブロック名板を入れてください 続いて北信越中国ブロックの抽選を行いますこの2つのブロックは5チーム出場ですので A から H のゾーンに組み入れないゾーンを3つ抽選します先の関東と近畿ブロックの抽選結果を踏まえて左右のバランスを考慮しながら行いますまずどちらが先に抽選を行うかの順番を決める予備抽選を行います今回は南から行いますので中国ブロック代表番号を引いてください 2>, 2番,2番確認のために北信越ブロック代表番号を引いてください1番 1>, 1番予備抽選の結果北信越ブロックから抽選を行います それでは北進越ブロック代表ゾーンを引いてください C ゾーン C ゾーンには入りません 二回目を引いてください F ゾーン F ゾーンには入りません 三回目を引いてください。H ゾーン。H ゾーンには入りません。ありがとうございました。抽選の結果、北進越ブロックが入るゾーンは A、B、D、E、G です。それぞれにブロック名判を入れてください。 続いて中国ブロックの抽選を行います。中国ブロック代表ゾーンを引いてください。B ゾーン。B ゾーンには入りません。 2回目を引いてください E ゾーン E ゾーンには入りません3回目を引いてください G ゾーン G ゾーンには入りません。ありがとうございました。抽選の結果、中国ブロックが入るゾーンは、A、C、D、F、H です。それぞれにブロック名盤を入れてください。 続いて東海四国ブロックの抽選を行いますこの2つのブロックは4チームですので左右上下の4分の1に振り分けます今度は組み入れるゾーンを抽選しますまずどちらが先に抽選を行うかの順番を決める予備抽選を行います南の四国ブロック代表番号を引いてください 2>, 2番2番 確認のために、東海ブロック代表、番号を引いてください1番, 1> 1番予備抽選の結果、東海ブロックから抽選します それでは東海ブロック代表ゾーンを引いてください A ゾーン A ゾーンに入ります 二回目を引いてください D ゾーン D ゾーンに入ります 三回目を引いてください。イーゾーン。イーゾーンに入ります。 四回目を引いてください H ゾーン H ゾーンに入りますありがとうございました抽選の結果東海ブロックが入るゾーンは A D E H ですそれぞれにブロック名判を入れてください 東海ブロックの抽選の結果から四国ブロックが入るゾーンが決定いたしました四国ブロックは A、C、E、H に入りますそれぞれにブロック名判を入れてください 最後に北海道東北と九州ブロックを組み入れますこの2つのブロックは8チームですのでブロック名番を A から H ゾーンそれぞれに1つずつ入れてください北海道東北ブロックは風呂川学園が H ゾーンに九州ブロックは東九州流国が A ゾーンに入っていますのでそれ以外に入れてください 以上の結果、ご覧のように各ブロックの振り分けが出来上がりました。ご確認ください。それではそれぞれのブロックごとにチームを組み入れていきますので、シードチームのブロック名判を除いてください。 それでは出場チームが最も多い11チーム出場の関東ブロックの抽選から行います関東ブロックは出場チームの多い東京都の抽選から行います東京都は3チーム出場ですがすでに第4シードで第2代表の教営学園が D ゾーンの26番に第6シードで第1代表の文京学院大所が F ゾーンの39番に入っていますので開催地代表の八王子実践は 1> 第1第2代表の入っていない4分の1ゾーンから抽選しますそれでは関東ブロック代表ゾーンを引いてください B ゾーン B ゾーン 番号を引いてください。十番。十番。八王子実践。次に神奈川県の抽選を行います。神奈川県は二チーム出場ですので、左右のバランスを考慮して、ゾーンの抽選から行います。まず第一代表の。 川崎立花の抽選を行いますゾーンを引いてください E ゾーン E ゾーン 番号を引いてください。三十三番。三十三番。川崎橘。続いて、第二代表の伊勢原の抽選を行います。 ゾーンを引いてください C ゾーン C ゾーン番号を引いてください 19番,19番伊勢原次に東京都神奈川県以外の抽選を行います代表校一覧の下のチームから行います 山梨県提供第3のゾーンを引いてください G ゾーン G ゾーン 番号を引いてください四十三番四十三番帝京第三千葉県 敬愛学園のゾーンを引いてください A ゾーン A ゾーン 番号を引いてください。七番、七番 KI 学園 <laughs> 埼玉県春日部教養のゾーンを引いてください。 G ゾーン, G ゾーン番号を引いてください。 41番,41番春日部共栄群馬県西オーラのゾーンを引いてください F ゾーン F ゾーン番号を引いてください34番。 34番「西オーラ」栃木県国学院栃木のゾーンを弾いてください B ゾーン B ゾーン 番号を引いてください11番11番国学院栃木茨城県 日立第二のゾーンを引いてください H ゾーン H ゾーン 番号を引いてください51番51番日立第二以上で関東ブロックの抽選が終了いたしましたありがとうございました次に関東ブロック以外の抽選を行いますその抽選順を決めるための予備抽選を行います抽選は南から行います まず九州ブロック代表番号を引いてください。3番,3番四国ブロック代表番号を引いてください。5番,5番中国ブロック代表番号を引いてください。 7番7番近畿ブロック代表番号を引いてください1番, 1> 1番東海ブロック代表番号を引いてください 2>, 2番2番 北信越ブロック代表、番号を引いてください。6番、6番北海道ブロック代表、番号を引いてください。4番、4番予備抽選の結果、近畿ブロックより行います。 それでは近畿ブロックはまず大阪府の抽選を行います大阪府は2チーム出場ですので左右のバランスを考慮してゾーンの抽選から行います大阪府はすでに第3シードで第1代表の近藍会が E ゾーンの27番に入っていますので第2代表の大阪国際卓球は左側の ABCD のゾーンから抽選しますそれではゾーンを引いてください ズン番号を引いてください18番,18番大阪国際滝。 続いて、大阪府以外のチ,チームの抽選を行います。兵庫県、日上のゾーンを引いてください。 G ゾーン, G ゾーン番号を引いてください45番,45番「ひかみ」。 京都府北佐賀のゾーンを引いてください D ゾーン D ゾ,ゾーン番号を引いてください 25番,25番北佐賀奈良県奈良文化のゾーンを引いてください H ゾーン H ゾーン 番号を引いてください。四十八番。四十八番。奈良文化。和歌山県。和歌山親愛のゾーンを引いてください。 B ゾーン, B ゾーン番号を引いてください12番「和歌山信愛」。 滋賀県大見のゾーンを引いてください。F ゾーン。F ゾーン。番号を引いてください。 三十五番。三十五番、近江。以上で、近畿ブロックの抽選が終了しました。ありがとうございました。続いて、東海ブロックの抽選を行います。 東海ブロック代表三重県津匠のゾーンを引いてください A ゾーン A ゾーン,ゾーン番号を引いてください 4番,4番「図書」岐阜県県岐阜省のゾーンを引いてください E ゾーン E ゾーン 番号を引いてください。三十番。三十番県議府省。愛知県。精神のゾーンを引いてください。 オンデイゾーン番号を引いてください「22番」「22番精神」 静岡県富士見のゾーンを引いてください。H ゾーン H ゾーン番号を引いてください。 四十七番。四十七番藤見。以上で東海ブロックの抽選が終了しました。ありがとうございました。続いて九州ブロックの抽選を行います。九州ブロックはすでに第一シードの東九州流国が A ゾーンの一番に入っていますので。 その他のチームの抽選を行います沖縄県西原のゾーンを引いてください D ゾーン,ーゾーン番号を引いてください 21番21番西原鹿児島県鹿児島城のゾーンを引いてください E ゾーン E ゾーン 番号を引いてください。三十二番。三十二番鹿児島城宮崎県都古の上昇のゾーンを引いてください。 C ゾーン,ゾーン番号を引いてください15番,15番「都の上昇」。 熊本県、鎮税のゾーンを引いてください。G ゾーン, G ゾーン番号を引いてください。 44番十四番「鎮西」長崎県聖和女学院のゾーンを引いてください「F ゾーン」「F ゾーン」 番号を引いてください。三十六番。三十六番。清和女学院。佐賀県。佐賀清和のゾーンを引いてください。 B ゾーン, B ゾーン番号を引いてください13番13番佐賀清和福岡県 青春のゾーンを引いてください H ゾーン H ゾーン番号を引いてください50番,50番「青春」 以上で九州ブロックの抽選が終了しましたありがとうございました続いて北海道東北ブロックの抽選を行います北海道東北ブロックは2チーム出場の北海道の抽選から行います2チームですので左右のバランスを考慮して行います第一代表の札幌山手ゾーンを引いてください デーゾーン。デーゾーン,デーゾーン。番号を引いてください。 20番,20番、札幌山手。2> 第2代表の帯広南翔、ゾーンを引いてください。 ジーゾーン,ゾーン番号を引いてください。 40番40番帯広南賞次に東北ブロックの抽選を行います福島県郡山除大婦のゾーンを引いてください B ゾーン。B ゾーン。番号を引いてください。 8番,8番郡山,大夫山形県米沢中央のゾーンを引いてください。 シーゾーン,ゾーン番号を引いてください。 14番,14番、米沢中央秋田県、秋田北のゾーンを引いてください。 A ゾーン, A ゾーン番号を引いてください 2>, 2番。 2番「秋田北」岩手県高田のゾーンを引いてください「E ゾーン」。 オン、e、番,番号を引いてください31番31番 高田青森県青森西のゾーンを引いてください。F ゾーン F ゾーン 番号を引いてください38番38番青森西以上で北海道東北ブロックの抽選が終了しましたありがとうございました続いて四国ブロックの抽選を行います 高知県高知のゾーンを引いてください C ゾーン, C ゾーン番号を引いてください16番16番 高知愛媛県松山篠東目のゾーンを引いてください E ゾーン E ゾーン番号を引いてください 28番,28番松山篠の目徳島県城南のゾーンを引いてください H ゾーン H ゾーン 番号を引いてください46番46番城南香川県坂出町のゾーンを引いてください A ゾーン A ゾーン 番号を引いてください。六番。六番。堺でしょう。以上で四国ブロックの抽選が終了しました。ありがとうございました。続いて北信越ブロックの抽選を行います。 福井県、北陸のゾーンを引いてください E ゾーン E ゾーン,、e、ゾーン番号を引いてください 29番29番北陸石川県金沢省のゾーンを引いてください G ゾーン G ゾーン 番号を引いてください。四十二番。四十二番。金沢賞。富山県。富山第一のゾーンを引いてください。 映像、A ゾーン,ゾーン番号を引いてください3番。 3番富山第一新潟県長岡町のゾーンを引いてください D ゾーン D ゾーン 番号を引いてください。二十三番。二十三番。長岡省。長野県。 阻止台塩尻のゾーンを引いてください B ゾーン B ゾーン番号を引いてください 9番,9番「都市大塩尻」以上で北信越ブロックの抽選が終了しましたありがとうございました番号、OK ね、最後に中国ブロックの抽選を行います中国ブロックは最後ですので直接番号を引いていただきます山口県 精鋭の番号を引いてください。十七番。十七番。精鋭。島根県。安来の番号を引いてください。 49番,49番安木鳥取県岩見のゾーンあ番号を引いてください24番,24番岩見 広島県広島桜ヶ丘の番号を引いてください5番5番広島桜ヶ丘岡山県 終日の番号を引いてください。三十七番。三十七番。終日。以上で中国ブロックの抽選が終了しました。ありがとうございました。以上で女子の抽選を終了いたします。 競技副委員長、石川先生、確認の読み合わせをお願いします。確認のための読み合わせを行います。1番、東九州留国。2番、秋田北。3番、富山第一。4番、通称、5番、広島桜ヶ丘。6番、境出商。5番、 7番敬愛学園8番郡山女大夫9番都市大塩尻10番八王子実践11番国学院栃木12番和歌山親愛13番佐賀清和14番米沢中央 15番都の上昇16番高知17番精鋭18番大阪国際滝19番伊勢原20番札幌山手21番西原22番精神 23番長岡二24番岩見25番北相二26番共栄学園27番金蘭会28番松山篠二29番北陸30番県議府省 31番高田32番鹿児島女33番川崎橘34番西浦35番近江36番清和女学院37番終日38番青森西 39番文京学院大所40番帯広南四41番春日部共栄42番金沢四43番帝京第三44番鎮西45番日上46番城南 47番、富士見48番、奈良文化49番、安木50番、清州51番、日立第二52番、古川学園以上です。